コルト。わあ、意外にリアタイヤ面来てるね。意外に面つか完全に出てるっつうか。おお、もうこういう、もうビッグモーター絶対ダメだね、こういうのね。もう整備一切やってくれません。フロントもまあ出てるな、出てるか出てないか、出てるな。タイヤ4本とも変えりゃまあ整備やってくれるっていう感じね。コルベット。いつの方かわかんないけど、どうなんだろうな。やっぱあの男にぜひ。クロスフリーインジェクション。クロスフリーインジェクション。ん？なんだろう。そういう吸気系なのかな？内装がまあこんな感じかな。コルベット。まあまあ、左ハンドル。あ、思う。ティーバールーフか？いや、ティーバーでもないよ。これ外れるやつか。外れるってなんて言うんだったっけな。ちょっと忘れたけど。まあちょっと。旧車的なね、こういうのいいね。この時代はこういう引っ張りタイヤではなく、こういう、なんか、こういうのインチ数は低くて、タイヤ結構大きい感じね。ホイールのキャップのところに、ね、スピンナーみたいについてるね。アメ車は国産と同じで、こう、ボルトで外からナットを締める、そういう感じですよね。タイヤサイズこれ、いくつよ、この太さ。275。60の15インチ。おぉ、15インチか。15インチ。15インチでこんな太いタイヤあるんだな。すげえな。マフラーもなんか変わってるな、これ。マフラーも、こういうもうね、野生的なマフラー、大好きだよ。いいね。これでもノーマルなのかな？ノーマルなのか、最初からなのか、変えてあるのか。わからんな。多分変えてあるよな。コルベット。マルテール。このマークがね、コルベットらしい。コルベットこれかっこいいな。かっこいい。窓、大丈夫かよ、オーナー。窓開けっぱで大丈夫かよ。もちろんスピードメーターはマイル表記。さっぱりわかりません。後ろには人は乗れないのか。まあ多少荷物詰めるな。なんかちょっと30の Z に似てるよな。30の Z が真似したのか。リアタイヤやばいよな、でも。これや。コルベット。アメ車好きの方にぜひ。コルベット、コルベット、コルベット、コルベットだ。みんな撮ってたね。